日経新聞のスクランブルにですね、日本株に不都合な円安迫る海外勢期間で150円。まあ、一言で言うと日本株なんかも外人は買うはずはないよという記事が出てますね。まあ、ごもっともな記事なんですよ。読むとね。で、確かにそういう一面があったことは事実だけど、事実は今までそうだったからだと言って、これからもそうだっていうふうにはならないかもしれませんね。実際、この記事は2000年からのパフォーマンスを、まあ、インフレまで加味してですね、パフォーマンスを比較していて、日本株からアメリカに投資したらよかったけど、逆にはもう全然ダメだったから、これからもダメだっていう、一言で言うとこういう記事です。いや、確かにね、結果はそうだったかもしれませんね。しかしそれは歴史的に見てずっと永遠にそうだったかっていうと、そうではないわけですよね。で、むしろですね、これから S&P500 種よりもですね、日本のトピックスの方が EPS の伸びが高くなる。しかも GDP もですね、日本の方がよりプラスになっていっているということが明らかになっていて、そしてなんせ日本がデフレに悩んでた時期だけを比べてるわけじゃないですか。で、これから日本がですね、デフレを脱却して、いよいよですね、円高で、まあ非常に苦しんだ時期を乗り越えて、やっと日本の景気が上向き始めようとしている時に、今までと同じだからこれからもダメだっていうのは、あまりにも短絡的ですね。もちろんそう簡単に製造業がいっぺんに日本に戻ってくるっていう、工場が戻ってくるってことは、そんな簡単に起きることではもちろんありません。しかし間違いなく言えることは、日本の上場企業の収益がものすごく改善してる。まず GDP で見ても、4、6月期の GDP は前年同期比で 2.2% プラスになって、世界中でこんな国は日本しかないですよね。しかも3四半期連続でプラスになってるなんていうのも日本ぐらいのもので、特に4月ぐらいですね、この4、6の一番最初の4月ぐらいに円安が進み始めた時に、ほとんどのエコノミストたちは円安は日本売りだと、悪い円安だと、だから日本経済はとってこれ良くないと、だからもう日本売りなんだと、つまりこれは金利差だけじゃなくて日本がダメなので日本売りがなされているんだということを言っていました。私は機械受注が伸びたり設備投資が伸びたりしているのを見て、これから日本にいい円安がいいものをもたらすという可能性が十分あって、日本経済復活のチャンスがいよいよ巡ってきたんではないかというふうに私は申し上げていました。じゃあ出てきたこの46の GDP、 そして出てきた46の法人企業統計、そして、上場企業のですね、全業種、金融と保険を除いたところで 28.3 兆円で過去最高の利益が上がったのをどう説明するんですかね。そうやって悪い円安と言ってた人たちは。だから私は、この今日の日経の記事ですね、一生懸命日本株が上がらないことを願って書いてらっしゃるのかどうかよくわからないけれども、やっぱりひょっとしたら違うことが起きるかもしれない。歴史ってなんかずっと同じことだけが起きてないってことを教えてくれるのが歴史なんですよ。やっぱり局面局面で違ったことが起きてるってことが歴史から学ぶことだと私は思っているので、これから日本株はとっても良くなるっていう可能性が十分あると考えるのがノーマルだと、そういうふうに思っています。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。応援をよろしくお願いします。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。